都市のハリ治療はアーバンデザインに伝統的な中国医学理論であるハリ治療の考え方を兼ね備えた都市環境学である。この戦略はハリ治療が体の全体を癒すように局所的に手を加えることで広範囲な都市状況を再構成する。つまり都市を有機的な生物と考え修復を要する生態系や その問題の原因である的確な場所を捉えるということである。敷地は社会的、経済的、そして生態的な統計分析を通して選択され、地域と設計者との対話を経て、発展を遂げる。持続可能なプロジェクトは、その後、的確な部分を癒すことによって、全体の活性化を図る針として機能する。フィンランドの建築家、社会理論家である、 マルコカサグランでは大規模な都市開発の教育主義とは対象に地方都市や地域社会を中心に低コストかつ低資源で居住者に休息を提供することを唱えている。制約された予算と限られた資源を使うことが望まれるこの時代背景でより局所的及び社会的なアプローチを支持している。彼は異なる分野が重なり合う複雑なエネルギー、 流動体としての都市は市民の行動だけでなく都市の発展を決定すると示唆している。また彼は環境保護と都市デザインを混合することによって都市における緻密なエネルギー流動の方法論を展開している。それはいわゆる第三世代都市を目指した生態学的に持続可能な都市開発を目的としている。この理論は台湾の阿波高大学で展開されており、 並びに独立学際的な研究センタールイン、アカデミーでも展開されている。環境保護と都市計画に視点を置くことで、マルコはエネルギーの原始的操作が持続可能な都市開発の実現に貢献するデザインツールとして都市の張り治療を定義している。例には台北市のコミュニティガーデンや都市農園がある。マルコは都市の張治療について以下のように話している。 都市の張り治療は都市の感覚的知性の集合による建築操作の交差地点である。都市は多次元的で緻密なエネルギーの有機体、生活環境としてみなされる。都市の張り治療は自然と触れ合うことを目指しており、同時にそれは都市に隠れた視覚的な都市のふもとにある集合体 X のエネルギーの流れ、この X への道筋を理解するための潜在性である。 建築はと都市 X に対しての針として機能する役割を持っている。雑草は構築的な都市を破壊してでもアスファルトの裂け目から根を張っている。都市の針治療は雑草であり、針を刺す場所はその裂け目である。その効果の可能性として自然の一部として人間を定義し自然とのつながりを相互補完的にする。この理論は人間の本質的な創造性や 自由を制御せずに解放することとも言える。各個人は自分の意思によって創造的なプロセスを歩むことができ、目的にあった都市空間を自由に使用することで自身の環境の整備を行うことを可能とする。より広範囲に及ぶ場合では都市の張り治療の敷地は都市の外部との関係性の中に見て取れるだろう。それはまるで統一化を目的とされた都市の中での 自然の命の奇跡である。都市の張り治療は、戦術的な都市計画の新たな概念において、いくつかの類似点を追っている。その考え方は、資本集約的な市町村のプログラムというより、むしろ地域主源に着目し、市民の地域介入者から得られるアイデアを促進できる、要補佐するものである。これらの小さな変化、提案者の主張は、地域のコミュニティの士気を高め、 連鎖的に大きな変化をもたらす。担当直入に言うと、都市の仮治療は、町の改善を図ろうとする積極な地域市民のコミュニティに対して小さく微弱であり、曖昧な介入に焦点を当てることで、都市的観念を明白にし、向上させる。これは、一般的に自治体の投資資金や、官僚の管理下にある操作を必要とする大規模で、 上層から下層への広範囲な干渉にとって変わるものとして意図されている。小さなスケールの介入は都市のハリ治療による市民活動や資金不足の自治体に対して呼びかけることができる。メキシコにおいて都市のハリ治療はスラムの小屋のような仮設住宅を変換する概念を参照する場合にその必要性と手頃な価格から後で追加することを可能にした。 この戦略では、代々住んできた家族を他の場所に移すことなく、その場所を変換させる。南アフリカ共和国では、人々の創造性への制限を解くものとして、みなされている。例えば、都市の一部に焦点を絞っている、新たな革新と企業家たち、主要な都市部に見ることのできる、インフラストラクチャー的設備を持たない地区などに、それらを提供する機会を与えることができる。 このアプローチでは、都市をより良くすることへ達成するために、各共同体で少数の改善を行う効果的な方法として、都市計画や市民に対して、より現実的かつ低コストの方法を提供することができる。ブラジルのクリチバ市の以前の市長、ハイメラーナーは、現代の都市問題に対する今後の解決策として、都市の張り治療を提案している。都市内で、 局所的に圧力をかける点、すなわち壺に焦点を絞り、我々は大きく、社会に肯定的な波及効果を開始することができる。都市の張り治療は、土地の所有権を公共のものへと還元し、都市デザインへの小さな介入による、コミュニティ発展の重要性を強調している。それは、迅速にエネルギーを解放し、正当な波及効果を生み出すことができる介入を、 必要としている。彼の2007年の記述によると多くの人が病気や不治の病に適用するようなある医学的な魔法が都市にも適用するまた適用されるべきであると信じている。それは薬が医師と患者との間のやりとりの中で必要になってくるように都市計画においては都市自体を反応させることが必要である。こちら側への癒し、改善。 正しい連鎖反応を生み出してくれる場所をつくことが必要である。そして、これまでとは異なる方法で組織を動かす干渉方法を再生することが絶対なのである。ありがとうございます。